2月の衝撃。サントリーのジンが CM 総研でトップに躍り出る。アルコール CM 界の革命。なぜ、ジャパニーズジン、ミスが全1作品 46.0p を獲得日本の CM 業界は常に新たなトレンドと好感度の高いブランドに満ちています。2024年2月度のなりわい類別 CM 好感度ナンバーワン名柄は、アルコール部門においてサントリーのジャパニーズジン ミスが輝かしい1位を獲得しました。このアルコール業界の覇者は、全1作品 46.0p の高得点を獲得し、その爽やかで独自の魅力が多くの視線を引きつけました。平野志陽さんがミスジンソーラのキャンペーンで活躍し、新すがすがしい雰囲気を演出しています。彼の存在がブランドに与えるパワーは計り知れません。また、 ヒラノミクスというハッシュタグが広がりを見せ、ファンたちは彼の魅力に笑顔で応えています。この CM をきっかけに、ファンの中には紫テルさんが出演する製品に熱いサポートを送るものも、一例として、ファンが自身の新たなブルーレイレコーダー購入の決断に迫るエピソードが挙げられます。彼女は喜びを込めて、紫輝くんを見るために今日、パナソニックのブルーレイレコーダーを購入しましたとツイート。さらに、 ミスジンソーダ、つながりで、サントリー、モビール爆買い、というエピソードも、これはまさに、商品がファン同士を結びつけ、新たなコミュニティを形成している光景です。一方で、この現象がもたらす、社会的影響も見逃せません。ブランドが商品に個性を与え、ファン同士がつながることで、商品購入が単なる経済的行為以上の意味を持つようになっています。これは単なる消費行動ではなく、 コミュニティの一員としてのアイデンティティを築く過程なのです。この新たな CM の成功により、ファンたちは、平ラノミクスという言葉でつながり、笑顔とユーモアで彩られたコミュニティを築いています。一般的な業績向上だけでなく、商品の購入が感情や共感に根ざした新しい文化の一環となっていることが伺えます。さらに、この CM が浮かび上がらせる多様性と豊かさにも注目です。 それは、商品だけでなく、ファン同士のつながりや表現方法においても顕著です。ファンが独自のハッシュタグやフレーズを使って投稿し、それが次第に広がりを見せています。これにより、単なる商品の魅力だけでなく、ファンコミュニティ全体の多様性が浮かび上がり、豊かな色合いを持ったエコシステムが形成されています。最後に、 この CM が生み出す新たな文化の波は、単なる商品の宣伝にとどまらず、ファン同士のつながりやイベントの盛り上がりにも波及しています。例えば、特設コーナーが作られ、ファンが集い、ジャパニーズ人に興味を持つ方々が楽しいひとときを過ごしています。このような新しい CM 文化は、商品だけでなく、ファン同士のつながりや共感を大切にし、コミュニティの一員としての誇りを感じさせてくれます。 商品の好感度だけでなく、その裏に潜むファン同士の交流や多様性が、これからのブランド活動において魅力的な要素となりそうです。あなたは、どんな新しいブランドやコミュニティに惹かれるでしょうか